皆さんこんばんは。婚活アドバイザーの植草美幸です。植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってきました。はい、この番組はリスナーからいただいた恋愛や結婚に関するさまざまなお悩みをゲストの方と一緒に解決していきます。毎週この時間を楽しみにしてくださいね。そしてアシスタントは木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、ではでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。はい、先週から引き続き日本一有名な、はい、もうね、はい、用意書のうまい番組ですね。夫婦問題研究家の小塚のあつこ先生です。はい、よろしくお願いします。こんばんは、先週に引き続き、ね、よろしくお願いします。お招きありがとうございます。はい、ではでは、先週はですね、うん、武勇伝、そう ね時間が短くてね、はい、私のヒストリーを語れなかったですね。本当にあの20代のところで終わってしまった。京都まで追っかけていらっしゃる。永遠にね、これの番組の終了までいかないとね。もうその2回ぐらい呼んでもらっただけじゃ語りきれない武勇伝ですからね。そうなんです。だからその続きをやろうかどうしようかなと悩んだ挙句、うん、やっぱりそこは一旦止めて、うん、また数ヶ月後にって思って、そうですね、はい、そうですね、はい、そしたら新しい恋愛も始まってくる。そうなんです。楽しみですね。そして私が今日聞きたいのは、うん、はい、やはり夫婦関係ですからね。そうですね、はい、専門でいらっしゃるので、うん、夫婦が長く続きする秘訣、うんうん、これを教えていただきたい。そうそうそう、はい、本当にね研究してるんですよ。うん、いろんな、ね、はい、ご夫婦に聞いたり失敗から学ぶっていうのが一番多いんですけど、やっぱりこうね、あの夫婦って自分のことを相手にこう押し付けるとうまくいってない。で、相手が今何考えてるんだろうっていう、仕事も同じじゃないですか。例えばね、ボスは今何考えてんだろう、何してんだろう、あ、今頃ねご飯食べてね、誰かと酒盛りしていいなぁなんて思ってると仕事やる気しないじゃない、うん、ボスは今ね仕事のために誰かを接待してお金使ってね、まあ、こういう時間まで頑張って働いてるんだなと思えば私も頑張ろうって思うじゃないですか、うん、はい、そうやって夫婦も夫が今会社で何やってんだろうと、上司に怒られてんじゃないか、部下に突き上げられてんじゃないかっていう風に考えてあげることがとっても大事で、みんなねそんなこと聞くと、え、うちの夫がどこで働いてるか、まあ会社は分かるけど、ね、場所も分かるけど、その会社のビルなんか全然知らないの。そんなことあります？うん、もうだからエレベーターで何階かもあんま分かっちゃない。ましてやそこの中で何人の、ね、社員と一緒に働いてるかなんて全然分かってない人。だからやっぱり想像することが大事で、じゃあね、自分の夫が、じゃあボスは部長なの、ね、課長なの、社長なのとか、あとじゃあ女性社員が何人いて男性社員が何人いて、どういう仕事やってんのって興味持つところからいかないとうまくいかない。確かにね、相手のことをいろいろ考えて、考えて今相手が何望んでんだろうっていうことをやっぱりこう想像しながらやっていかないとうまくいかない。もう自分が早く帰ってきてほしいから、自分があったかいご飯を今すぐ食べてほしいからっていうのを突きつけてる夫婦でうまくいってる夫婦はいないね。うん、確かにね、まあ、自分よりも夫、うん、自分よりも妻っていうことですね、うん、そう、まあ、よりもっていうよりこうイメージして、そうそうそう、今何をしてるか、そうそう、優先順位として相手、うん、まず相手、うんうんうん、そして、その相手と自分のこう着地点、どこら辺で自分の希望もあるわけじゃない、うんうん、私はこうしたい、でも相手はこうしてほしいだろうな、じゃあどこで折り合えば一番2人がハッピーになれるかなっていうこう頃合いっていうか、うんうん、そのなんていうのかな、ちょっと微妙な調整を考えてる夫婦はうまくいってる。なるほどね、うん、あの機嫌が悪い時ってありますよね、人間だから、うん、それやりたくてもやってあげられないっていう時はどうしたらいいですか？やりたくても自分がやった、うん、あ、自分が機嫌が悪い時、うん、自分が機嫌が悪いとか体調が悪い時に、うん、相手を優先してあげたいんだけど、どう自分的にできない、うん、その時はやっぱり、うん、ごめんなさいねから始まって、今日は私こういう状況なのよっていうなんかまあ説明、うん、説明、うん、じゃないと相手はなんだよと、うん、ね、俺がこう一生懸命働いて帰ってきたのに、うん、ゴロゴロ寝てやがってんなっちゃう寝てやがってんなっちゃうけど、ね、下手すると蹴飛ばされたりしちゃったり、ね、それで大喧嘩になっちゃうお家もあるから、うん、やっぱりその時は先にね、まあ、説明、うんうん、まあ、弁解っていうとなんかやらしいから、うんうん、説明事前に、ね、そうそうそう、話しておく、
まあ、それ大事だよね、うん、だからじゃあ例えば遅れたっていうのでもなんか平気な顔して遅れられたらさ、うん、嫌じゃない、まあ、ちょっと今日3分遅れちゃった5分遅れちゃったから、うんうんうん、なんだけど平気な顔してくると嫌じゃない、うん、だけどあごめんなさい遅れちゃってってまあ謝ったらまあお別にいいよねってなるから先にやっぱりこうごめんなさいとか先にこうこうこういうわけなのよっていう説明はとっても大事、うん、防衛線を張るってことですね、うん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 、まあ、仕事でもそうですよね、うん、仕事でも、まあ、もちろん遅刻することもあるし、うん、できないこともあるんだけど先にこういう事情でこうだったからって言っとけば、うん、なんとなくセーフ。そうね、植草先生も、ね、うん、会社やって社長さんだから、はいはい、私は夫婦はちっちゃな家庭株式会社だと思ってるんですよ。確かに、うん、だから社長と、うん、秘書がいるみたいな、うん、ね、ボスとそれからそれをこうなんていうのサポートする秘書っていうところで、はい、まあボスはどっちかって言ったら働いてる方がボスなのよ、まあ、みんなまあご主人のことが多い、うん、お金をやっぱり持ってくる人がボスで、うん、それをサポートするのが、まあ、秘書であり、うん、なんていうの奥様っていうね、まあ、奥様が働きが良くて、うん、逆の場合もあるけどね、だからそういう社長と秘書の関係みたいな、それで秘書はやっぱり社長が動きやすいように一生懸命考えてあげるじゃない、うん、で社長はやっぱりこの秘書のお給料のために、うん、ね、まあ、一生懸命働いてなんかいい気分になりたいじゃない、うん、そういう関係とすごく似てるサポートをね、持ち数も垂れちゃって、うん、支えて、うん、理解して、でもね夫婦のことになるとみんな分かんなくて、うん、会社のことで説明するとすごくよく分かるんだけど、うん、なるほど、夫婦ってなるとやっぱりこう甘えが出ちゃったり、どうしてもなんか対等だと思っちゃうわけ、対等なんだけどそれは何でもこう言い合う対等じゃなくて、その自分の得意分野、働くサポートする、ね、家庭をなんかちゃんと維持する、それから経済を維持するみたいな、そういうこう得意分野でまあ対等になっていけばいいと思うんだけど、何か同じ土俵で対等にしようとするじゃないですか夫婦って。そうですね、何でも半分とか、ね、家事も半分とか、ね、仕事も半分とか、なんかそういうんじゃないんだよね。例えば万が一そのご主人がその浮気の兆候みたいなのが見られた時に、そういった時ってどういうふうに奥様は立ち回れば。そうなんで、まずその、目的をどうするって感じで、そのこの家族をなんか壊すのか壊したくないのかっていうところから言って、まあ、壊したくないっていうことだったら、その浮気をしてももういきなり怒っても相手がもうなんていうのかな、窮鼠猫を噛むじゃないけど開き直っちゃってじゃあいいよって出てくる場合が多いのね。だからやっぱりこの家族を壊したくないっていう逆算目的で行くと、怒るのにもちょっとグッとこらえたり、うんうん、なんか冷静に怒らない、結論を先に持つんですね。そうそうそう、自分がどうしたいのか、もうこんな家族浮気をするような男を捨てちゃえなのか、追い出しちゃえなのか、いやいやいや、まだまだうちでの小槌でちょっとやってみますだったらちょっと待ってよと、ここで怒っちゃったらどういう結果になるかなっていうシミュレーションしないとダメなんですよ。だから本当にね、皆さんその場の感情で動いちゃう場合があるけど、これってまあね、ゲーム将棋とかそういうのと一緒で2手先3手先読まないと、この先どういう風になるのかなと、例えば私がこの言葉を発するとこの旦那はどういう風に戻ってくるかなっていう、こうシミュレーションしてそれで動かないと大変なことになっちゃう。なるほどなるほどね。どうしても戻ってきてほしい場合っていうのは、何が一番だから、それは悪いことを責めるんじゃなくて、どうしても戻ってきてほしい場合は何が原因だったのかなと、じゃあうちの夫がね誘っちゃったのがいけないのか、誘われちゃった女がいけないのかとか、そういうことでやっぱり自分の怒りの対象を夫に向けるのか、その浮気相手に向けるのかっていうところでやんなきゃいけないしね。まあ、小倉優子さんがね離婚になっちゃってね、あれって夫に向けちゃったよね、ね、怒りを夫に向けちゃったから離婚になるわけ。まあ例で言えばあれをね、いや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 とね、子供のお父さんだし、まあ悪いことしたと、でもいけないのはもううちの夫の誘いに乗る女よとか、なるほどなるほど、ね、断らなかった女よとかね、そうやって怒りの矛先を相手に向けると、まあ許さざるを得ないし離婚にはならないの。でも怒りをやっぱりね、その
夫っていうところにどうして私と子供がいるのにこんなことしちゃうのって言ったらもうそれは離婚の道になっちゃうんだよね。なるほど。離婚することがいけないじゃないの。それが本当に家族の幸せだと思ったら勝ち取ればいいの。だから別に責めちゃいないけど、目的が離婚だったらその矛先を自分の旦那に向けないと、そのエネルギーがね、怒りのエネルギーで離婚できないじゃない。そうそう、怒りのエネルギーを持って離婚に行けるけど、離婚したくない場合は向けちゃいけないんだよね。その時は無理やりでも正当化してあげて、いやいやしょうがないと、ね、もうこの人は青信号を渡ってたのにこっちの女が突っ込んできたのよと、うちの女は悪くないとかって思うんだけど、そうそう、だからよくね、うちはその浮気の時に例を出すんだけど、青信号を渡ってた時に酔っ払い運転で突っ込まれたのと同じことよと、その時にあなた責めるって言ったら責めません、そうでしょ、もう瀕死の状態なんだから助けてあげてリハビリしてあげるでしょ、そして突っ込んだ女は許せないでしょ、はいみたいな、じゃあそっち恨みましょう、慰謝料だみたいな、そっちに慰謝料ね、そう、でもね大概がやっぱりね、その張本人を恨んじゃう、まあ、それはあれじゃないですか、愛情の裏腹ですよね。そうなんだよね、経験をしてもいいんですよ。 MM 先生はミステリアス MM 先生、先生ね、経験 MM 先生の意味は何でしたっけ。ミステリアスミユキですよ。そうでした、はい、そうそうそう、はい、ミステリアスミユキは、はい、ね、であの岡野先生は野獣ですよ。はあ、もう私は野獣敦子と呼びます。それ真似かな、ね、もう私に言ってほしかったね、植草先生、MM は嫌だと、もう Y ミユキ、YM にしよう、もう野獣敦子と呼びましょう。いやいや、はい、本当に、はい、ね、もう野獣なんだっけ、野人岡野っていうのがありましたよね、昔サッカー選手で。ああ、なるほどね、結構言われる、ね、似てると、似てるっていうか、岡野といえばなんかこうほら野人みたいな、岡野っていう名字がね、なんかそういうインパクトがあるから、だから結構そこは嫌いじゃない、そこは嫌いじゃん。よかった、外れなくて、そう、そっか、じゃあそういうふうにやって矛先を変えれば、そうね、許せるの、許せるの、続くし、まあ、長い人生ですからね。そう、私ね、本当に、まあ、このここ原宿、はい、ね、先生の事務所原宿表参道なんだけど、はいはい、私一番最初36でね、会社を東京で起こした時、原宿のラフォーレ原宿の真ん前で、会社を起こしたんですよ。今東京ですね。いよいよ天丼の店員あるし、そこの上で初めて事務所構えて、はいはいはい、そこのビルの大家さんが、はい、当時で80いくつのおじいちゃんとおばあちゃんが二人っきりで住んでて、うちの事務所の隣が大家さんの家だったので、私時々大家さんのところ遊びに行って、すごい仲良しだから、はい、何してこんなに仲良しなんですかって聞きに行ったことあるの、おじいちゃんおばあちゃんと、そしたらね、おじいちゃんとおばあちゃんがねこう言ったの、謝ることだなって、おじいちゃんが素敵、すぐ謝ることだよっておじいちゃんが言うの、そしておばあちゃんがそうですね、そしてすぐ許すことですよって言ったの。へえ、もうね、原点ですね、奥が深いわこのおじいちゃんとおばあちゃんと思って、私はそれから本当にそのおじいちゃんとおばあちゃんの仲良しな、その人生80年生きてきて、まあ、言ったその、究極 の、 その夫婦円満の秘訣、謝ることと許すこと、これがとっても、大事なんじゃないかなって今でも思ってる。なかなか謝れない。あ、そうですか、人はなかなか謝れない、そしてね、人はなかなか許せない。なるほど、なるほど、こんな簡単なことができない、また年月がそうさせるんですかね。年月もそうなんだけど、やっぱりそれってやってきた人のね、まあ、経験談だから、ね、学ぶべきものがある、簡単だから、ね、本当になんか謝るとごめんなさいって言えばいいことで、ね、許すことを言おうって言えばいいことなんだけど、そこにこう嫌味が入ってるね、いいよ別にみたいな謝るのごめんなさいみたいなじゃあどうせ謝るなら、そう、心を込めて、はい、許すなら笑顔で、そう、はい、
素晴らしいじゃないですか。いやもう今日ね、勉強になりました。本当に素敵な話を聞かせていただきました。もうね、こんなおとなしい植木さん、みゆき先生聞き入っちゃいましたね。聞き入っちゃいました。私を立ててくれて、私使用中でございます。はい、おだまりんこのおだまりんこみゆきさんになっちゃってますけどね。いえいえ、ね、はい、残念ながらお別れの時間がやってまいりましたが、2週連続でお越しにいただいて、いかがでしたか。私、はい、あ、いやいや楽しいですね。本当にもう横でこんなに本当にね、よいしょのうまい、ね、もう本当番組のパーソナリティさんとね、はい、一緒にできて、いえ、もう先生、こんな機会のことなかなか会えないですよ。なかなか会えないですよね。でも近いのになんだかどうしてですかね。お互いそうですからじゃないですか。いつでも会えちゃうから、いつでも会えちゃうから近すぎてね、はい、うん、じゃあそういうことで、はい、今日のゲストは、はい、岡野敦子先生でした。ありがとうございました。はい、この番組ではご感想、ご意見、ご相談、このマリミーかもしくはレインボータウン FM で受け付けております。マリミーのホームページ内のラジオページ、うん、または info@792fm.com までお問い合わせください。はい、それではまた来週。お相手は植草みゆきでした。